はい、どうもピーちゃんと申します。皆さんプロスピースやっていますでしょうか。ということで今日は何をやっていきますかと言いますと、先日ゲットした王さん使っていこうかなと思います。ということで能力見ていきましょう。アーティストミート80の A、 パワー89の A、 総力64の C。 もうねすごい、やっぱりもう世界の王ってやっぱこういうことなんですよ。パワー89、称号でね1プラスされれば S 行くんで、称号も、取ってきたので称号も見てもらうんですけど、ちょっとその前に守備が、特殊2回上げることができたら B になるので、もうかなり守備もバッティングももう最高っすね。めっちゃ強いと思います。超アーティスト連発回、存在感、一応あの自分の方では、全部555にしてあります。これ選手名鑑で見ております。成績もすごいっすね、55本。ということで、称号はね生放送でしてきたんですけど、ランク戦で使ってみた動画は今から、撮影するので、ちょっとね時系列がバラバラになるんですけどご了承ください。ということで称号へゴー。よしよし、さあお願い王さんマジで欲しい。よし、あ、特訓終わってねえや。もう行きます、行きます。パワー S お願い。これ決まらんかったらマジで限界突破コーチ1枚捨てるのと一緒だよ、本当にお願いします。パワー S、 パワー S、 パワー S じゃないと意味がない、本当にお願いします。行きます、よし、レッツゴー。お願い、本当に決まって、パワー S、 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 スナイプ、よし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 、オッケー、パワー S になった、もう最高、完璧。うわ2021年、いいスタート切れたなこれ。特殊いけるかな俺。うわ特殊はまあおいおいしときます。メイン、うーんキッズちょっとこれ今度しよっかな。特殊はちょっと待って、これバースト並べたいな。バースト並べたくない、王さんバース王はやばくないこれ。はい、ということで称号の動画、見てもらったと思うんですけど、運がいいことにミートプラス2パワープラス1のスナイパーつけることができました。ということでパワー S になりました。もう最高、もうここもうねこれが、したくて本当に限界突破こっち2枚入れたので、パワー S になって、よかったです本当に。はい、ということで特殊能力もマックスですと、じゃあどうしよっかな、まあ、はい、ちょっと一応ね連発のこと考えて2番に置いときます。まあねなかなか発動は難しいと思うんですけど、まあ一応これでいきましょう。はい、ということでランク戦へゴー。あ、そういえば一応今打率更新できております。はい、でお相手初っ端ランカーさんです、頑張ります。1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。はい、王さん回ってきました。さあ、ホームラン打ちたいですね。ミサー、最後は鮮やかな先制でしたね。やっぱパワーがね段違いなんで、王さんはもう当たればねもうめちゃくちゃ多分飛んでいくと思います。はい、ラバッチ、まあホームランじゃなかったんですけど、まあね初打席ヒット打ててよかったな。オッケー、さあ強いね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、このタイムになりますので、試合したいですね。なるほど、そうですね。取れました、見事なホームランです。さあもう1打席待って、ここねー、1打席目ホームラン打ち取ったら連発がね発動しちゃったんですよね。
しやっと打てた。ライバッチ。超えるやん。ガヤ全身やったか今の。さあ回ってきました。超アシスト存在感両方出てね。さあ容赦なくいこう。さあなんかホームラン打ちたいな。バッチ伸びていくスタンドに入り、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ王さん頼む、一発打ちたい。まずはインコース、まあ、やや浮いた感じですけど一気にボールですよね。まあ、うまくさばかないと決まってしまいますね。なるほど、そうですか。飛ぶね。ナイバッチ。さあ両出し85-99、強いねやっぱ。ミートもでかいのが助かるね。完璧。最後